で、まあ、初代ロードスターが、出た後にですね、まあ、影響が大きかったんでしょうね。他の自動車メーカーから続々とですね、いわゆるライトウェイトオープンカーっていうのが出てきましたね。まあ、フィアットで言えばフィアットバルケッタ、あとトヨタで言えばトヨタ MR2 が MRS としてですね、オープンカーとして持ってきましたね。あと、ホンダさんも持ってきましたね。S2000 ですね。これはまあ、多分ホンダさんが本気になって、FR の、パッケージがこういう風になるんだっていうのをなんか見せつけたような車を持ってきましたね。あと、外国車でも、まあ、ポルシェボグスターを出したりとかですね。あとは、何でしたっけ、MG も出しましたね。MGF 出したかね。MGF を出したりとかですね。で、BMW も出して、BMW Z3。あと、メルセデスも出してきましたね。メルセデス SLK だったかな、確か。オープンカーを出してきてですね。いわゆるライトウェイトスポーツのジャンルですね。そんな大きくないです。そういう車を出してきて、まあ、各自動車メーカーに与えた影響というのは、大きいものが非常に大きかったというふうに思いますね。で、それで今でもですね、きちんとロードスターということで続けてるのはもう本当にマツダぐらいなもんじゃないかな。みんな大体ちょっとすぐ性能アップしたりとかですね、排気ラップしてパワーアップしていってしまう方向に持ってってしまいますから、結果としてライトウェイトスポーツカーというジャンルじゃなくなりつつある。そこのライトウェイトスポーツというこのジャンルを守り続けているのは本当にマツダさんのすごいところだなというふうに思います。で、マツダさんも一時期ですね、ロードスターは 1600cc が始まったんですけど、1800とか 2000cc ぐらいまで行ったんですけど、今のは確か1600か1500ぐらいでまた落としてますから、それで軽く今回の 990S っていうのを出してますから、軽くライトウェイトスポーツというのをきちんと、コンセプトを守ってるんだなというふうに感じます。で、まあ、私も最初言った通り、モータースポーツの方から車の見方が入ってるんで、どん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 、最初ライトウェイトスポーツでも速かったんですよ、確かに。ライトウェイトスポーツでも速いんですけど、どんどん速くしていくとですね、やはり R35GTR とかですね、ポルシェ959とか、ああいうふうにどん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 メカニカルに速くしていく方向になっちゃうんですね。空力的にもダウンフォースをつけなきゃいけないとかですね、いろいろと出てくるんで、もう本当に、人間の感性っていうんですかね、軽くて、移動する最適な道具っていう、自分の意のままに操れるっていう部分での範疇を超えない中で、整理させるっていうのはマツダの労働者っていうのは本当にすごい、稀有な存在だと思います。で、現行のですね、ロードスターもですね、なんかなんですか、やっぱ人間ってやっぱりその重いですから、ある程度重量ありますからね、2人分のツーシーターのシートの配置を中央に寄せたりとかですね、あと、なんだっけ、シートの高さも低くしたりとかですね、あとフロントビートシップですね、エンジンをなるべくフロントエンジンなんだけど後ろの方に持ってきたりとかですね、そういう細かい努力をしてですね、重量物を中心になるべく集めて、それで、カーブを曲がるときにですね、慣性モーメントを減らす努力というのを、地道に行って整備させています。